のルマン朝の第三代国王。第二代国王グリエルも一世の息子。ギオーム二世、ウィレルムス二世とも呼ばれる。1166年に即位する。知世初期は、若年のために、母子マルゲリータ・ディナバラが、摂政となって、政治を取り仕切ったが、政治はうまく機能せずに内紛が絶えず、起こり、その地世は、不安定なものであったらしい。だが、 この経験が帰って彼を刺激したのか、申請を開始した。グリエルモ2世は宗教に対して、寛容策を取り、さらには、東ローマ帝国にも侵攻して、勢力を拡大し、IU 部長のサラディンが、エルサレム奪回に侵攻してきた時は、自身の軍勢を十字軍として派遣しているなど、知性の多くに成功を収めている。また、グリエルモ2世は、 数カ国語に通じた教養豊かな名訓で、ノルマンや東ローマ帝国の文化を融合した、モンレアーレ大聖堂を建設するなど、文化面においても大きな成功を収めた。しかし、グリエルモ2世は、イングランド王リチャード1世の妹ジョーンの妻として、迎えたにもかかわらず、男児ができずして1189年に病死した。多い継承者は、叔ばのコスタンツァになっていたが、 夫のハインリヒ6世の支配を嫌った、シチリア国民はいとこのタンクレーディを擁立した。ありがとうございます。